数多くある動画の中からご覧いただきまして誠にありがとうございます。阪神大学新加入のガンケル投手なんですけれども、まあ、前回の動画でもですね、メッセンジャー投手の抜けた穴を埋めるのに、まあ、ガンケル投手に非常に大きな期待を寄せていることを申し上げたんですけれども、5日のフリー打撃にですね、ガンケル投手が登板しまして、えー、持ち味のですね、制球力を存分に発揮しました。 まあ福留選手、ボア選手、サンズ選手という強打者相手にですね、約30球を投げ、安打性のあたりは福留選手がですね、センター方向に打った1本のみ、見逃しが10個あって空振りが2つ、9球あったボールもそんなにね、大きく外れることもなく、低めに球を集めましてですね、4つの内野ゴロを打たせました。まあ、矢野監督のコメントなんですけれども、まあ、キャッチャーをやっていても面白そうなタイプだし、両サイドしっかり投げ込める。 すごい勉強熱心やし、今のところ悪いところが全く見当たらないというふうに述べていますこう左バッターのですね内角にも制球よく投げ込んでヤクルトのですね山口スコアラーはこう球種も豊富かなりやるんじゃないかというふうに警戒心を強めています、まあ、具体的にですねどの辺に制球力をよく投げ込んでいたかと申し上げますと、まあ、左バッターのですねこうインサイドのベルト付近よりもやや低めにまずストレートですね、まあ、この辺りに集めております こうナチュラルにですねこ,うこれは球種がちょっとわからないんですけれどもツーシームなのか、まあ、スライド気味の球、まあ、カットではないと思うんですけれども、まあ、ちょっとこうナチュラルにこう左バッターのこう懐の方に入ってくるような小さく動くムービングボールそれとですね左バッターからするとこう離れていくような外側にですね集められるようなナチュラル回転する、まあ、これは多分ツー,ツーシームだと思うんですけれどもこうシュート回転してこう落ちていくような球ですね。 そして右バッターから見るとまずはアウトコースのストレート縦にですねちょっと変化するカーブボールのブレーキングボールのような球もありました右バッターからするとですねこうナチュラルにシュート回転してくるようなツーシームは非常に打ちにくいですので内野ゴロが非常に増えると思います、まあ、開幕カードのですねヤクルト戦でこう登板するかどうかは分かりませんけれどもメッセンジャー投手が抜けた後の穴をですねガンケル投手に埋めてもらって ま8勝からですね、こう10勝ぐらいは期待できるんじゃないかなというふうに思います。あと、気になる点はですね、まあ、スタミナですね。スタミナがどこまで持つのか、まあ、6回ぐらいが限界なのか、7回、8回まで投げれるのか、まあ、もちろん球数をですね、こう、少なくすることが大事だと思うんですけれども、まあ、そのあたりがですね、今後、実戦形式に登板したときに注目したいところです。それでは最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。